産地直送エゾシカ、これがウチロース、こっちがシカタン。ちょっとグロいですけどね。でこれアウトドア焼肉で食べたいと思うんで、このブラボーワン LT ハンター、これでちょっとこれから仕込みたいなと思います。ではまた明日。うん、今日ね、石がいいのがなくてちょっとちっちゃいんだけど、まあうまく焼けると思いますよ。あっち、これシカタン。いいよ、一回止めようか。このね、ネギもりもりがいいんですよ。ね、肉の上ちょっと乗せるとあったまって美味しくなりますよ。レモンね、塩とレモン。これですよ、シカタン。いっぱいつけてね。熱そう。おー、うまい。うん、最高。これね、味噌汁。牡蠣ですよ。この間に続いてまた牡蠣。今日も春みたいに暑くて、あっか、おー、うまい。うん、焼肉ね、牡蠣の味噌汁最高。メイン、ウチロース、極上の肉ですね。今メイン焼いてますから。で、ウチロースタレでいきますね。これタレどっぷりつけてね、やっぱりご飯白米ですよね。これをちょんちょんってつけて、うん、うまい。でご飯を一緒に、うん、これはうまい本当に。あ、このまたタレがついたご飯っていうのがいいですよね。うん、うまい。リンゴですよ、リンゴ。これが焼肉の後に食べるとめちゃくちゃうまい。このカッティングボードの木見てください。これオリーブなんですけど、オリーブも本当温かみのあって好きな木なんですよね。まあこれは言うまでもなく取られたじゃなくて差し上げました。いいですね。オピネルもまあこれで十分だと私は思うんですけど、
こうやって皮むきできるんでいいですよ。フルーツ剥くのに最高ですよこれ。うん、美味しそう。まあ、こんな感じで剥いてもらいたい人はあれですよ、オピネルちゃんとプレゼントしないとダメですよ。ちょっと食べちゃおうかな、もうね。リンゴうまいんですよ。うん、うまっ。ああ、今日持ってきたのがブラボー1クルーウェア、ハンドルがデザートアイアンウッドにグラス。楽しかったですねこれ。ナイフと焚き火。うん、水の音聞こえますか？気持ちいいですよ。でもどんどん今寒くなってきましたね。晴れてんですよね。見えるかな、なんか白くぼけてるな。うん、ではさよなら。